こんにちは、シーバードです。今回ご紹介するのはモスキーオーディオのマルチエフェクターブラック DTC です。千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。こちらはですね、中国のモスキーオーディオというメーカーから発売されているもので、結構ね、いろんな意味でモスキーオーディオ有名だったりするんです。どんなことで有名かというと、パクリ系のですねエフェクターを出しているということで結構認知度が高いメーカーになります。このブラック DTC なんですけれども、こちらご覧ください。フットのペダルが4つついていて、ディストーション、オーバードライブ、ループ、ディレイというふうな感じで3つのエフェクトが入っていて、ループで外部エフェクターを接続できるというふうな仕様になっております。そしてディストーション、オーバードライブ、これはですねモデルがあるんです。ディストーションはサーのライオット、オーバードライブはチューブスクリーマーをモデルにして作られているようです。そしてディレイ、これもねしっかりとしたアナログで、まあ、パクリ疑惑がね多いモスキーオーディオなんですけれども、音はねかなりいいです。弾いててね結構びっくりしました。そしてここにループがあるのは便利ですよね。センドリターンございまして、まあこの流れでいくとモジュレーション系をつなぐのがいいのかなというふうな感じはするんですけれども、マルチエフェクターなんかをですねこのセンドリターンでつなげると非常に利便性いいかなと思います。まあ結構ねお安くて若干ね逆に敬遠されがちなエフェクターなんですけれども、音を聞くとねびっくりするかもしれないです。非常にいい感じだったので、ぜひちょっとお聞きいただきたいなと思います。